はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。ついさっきまでね、ここにね日本でね、一番の出版社、今はどうか知りませんけどね、かつてはね、30年ぐらい前かな、出版社ランキングっていうのを見てたら1位って書いてあって、なんでここは出版社やねんと思って、ほんまちゃうんですけどね、まあ、出版もしてますけどまあまあ何なんでしょうね、あれなんで出版社になったんでしょうね、よくわかりませんけど、という会社の方がですね、来たって、まあ、いろいろこう取材を受けてたんですけどね、昔と随分変わりましたねって、昔はなんか天井からいっぱいなんか紙が貼ってあっ て、でいつも誰かがワーンとかーって叫んでなんだーってやってたの、軍隊みたいな会社やってるんって言ったら、今はだいぶ変わりましたって思いましたまあ随分ね、私も 4,5 年前にね呼ばれてね、社内セミナーみたいなことをやらせていただいたんですけどね、なんか雰囲気全然ちゃうなとかいう感じでございまして、ね、編集長さん お元気ですかとかいう話をしてたんですけど、まあそれは置いといて、負け惜しみシリーズでございます。負け惜しみね、小池百合子さん366万票おめでとうございますほんまに悔しいわ、ほんまに悔し紛れにいろんなものを見てたらですね、もうスパが教えてくれたんですね。スパ、今のねスパですね。スパのねこのね、小上昌司さんっていう、このドン・キホーテのピアスっていう、これですね、で教えてくれはったんですけど、この木走正水さんという方がですね、7月6日に出してある記事ですね、ブロゴスって載ってるんですけど、ブロゴスってなんかよう知らんですけど、ブログ集めてるでしょ。木走正水さんが書いてある記事、保守政治家小池百合子は分厚い低所得者層に支えられたという驚くべき事実を検証。だからどういうことかというとね、小池さんがこの前当選しはった中でですね、小池さんの得票率を低い順にこう並べてる図があるんですけどね、一番低いのは渋谷区の 51.7%、 港区 52.7%、 杉並区 52.7%、 目黒区 53.1% と並んでるんです。でね、一番たくさん得票したのはですね、神津島村 82.2%、 新島村 81.6%、 新島村 80.7% って、なんこれって、これどういうことかという分析が載ってるんですけどね、いや低所得者が多いエリアほど行さん得票してるということですね。東京都の所得年収ランキングの1番港区、2番千代田区、3番渋谷区ですね、この辺りはですね、小池さんの得票率の低いランキングの上位に来ているところでございます。で、ケツから言ってですね、一番低いのはですね、何やろ読めへんわ、ヒノキ原村ってあるんですか、奥多摩町、八丈町、日の出町って来たし、ここからですね、三倉島、新島村、大島町、瑞穂町、神津島町って、この定位に並んでます。まあ、大体ね、港区のね、4分の1もあらへんっていう連中ですね。連中ってあれ失礼かな。神津島村、312万ですね、年収はですね。そういった感じで、新島村ですね、320万ですね。港区の平均年収は1211万でございます。はい、何が言いたいかというと、小池さんは低所得者の票をかき集めて663になったんや。663か、そうですね。あ、違う、366万票。間違ったらあかんわ。はい、要はお前ら、どう貧乏人の票を集めてんろっていう、お前らちゃいますね、お前よね小池ってみたいな、おい小池って、もう昔指名手配のあれがありましたけどね、捕まったんでしたっけね小池さん、まあ、違う小池さんですけど、その小池さんがですね、貧乏なエリアからほど行さんの票を集めてですね、お金持ちのエリアの得票は最も少なかったと
ということで、見事のこの見事な相関関係はどういうことなんという、ことを書いてある記事でございます。こんな感じですね。つまりです。高所得地域ほど小池百合子の得票率は低いのです。言葉を変えれば、所得の低い地域ほど小池百合子の得票率は高いのです。保守政治家小池百合子は分厚い低所得者層に支えられていたということです。立民、共産、ほかリベラル政党よ。これではなく、これでは、なから、あなた方に勝ち目はゼロだったんでしょう。ちょっと日本語がおかしいですね。これでは花から、あ、これでは花からあなた方に勝ち目はゼロだったんでしょう。ふう。木走正光さんというんですね。で、こっちのですね、鴻上さんのドン・キホーテのピアスにはですね、こんなんありますね。岸野雄一さんという人のツイートで、岸野さんは選挙についていろいろな人にリサーチしたと書いて、先週は工場のあんちゃんと長く話すことができた。野党の人たち、かっこ元発言まま、元の発言のままということですね。野党の人たちは弱者を救うと言ってるけど、俺弱者じゃねえしって。でも社会的な立場としては弱くない？いや、弱者だと思われると周りから舐められる。君より弱い人もいるでしょ。関係ない、自分は精一杯やっているとツイートしていました。僕はこのツイートを見て絶句、しばし考え込みました。この会話には生々しい事実があると感じられました。野党の人たちが社会的弱者を救済といくら叫んでも、社会的弱者であるはずの当人は弱者ということに、弱者という認識を拒否しているのです。まあ、なんとなく気持ちはわかりますよね。俺はないもんみたいな、弱者ちゃうしって誰にも救いは求めてへんしって、まあ、どう言いましょうね、お金持ってない人ほどですね、人の前でお金をケチるということを嫌がりますね。俺は持ってんにゃみたいな感じで、これハルタルみたいな、そういうお使い方をされてる方を時々見かけますね。で、金持ちはそういう見栄張る必要がないんで、もうそれこそ1円でも10円でも安いもの安くあげようというふうに考えますね。金持ちっていうか、まあ、ある程度お金があるという方は別に見栄張る必要がないわけでございます。お金を持ってない方ほどそうやってもう僕はお金ないことはないんやでとこう強がって見せるわけでございます。まあね、タマンを無理して買うという人の意識もこれに近いのかもわかりませんね。無理して買ってしまって、住んでみたら意外にこう住むこと自体にもお金がかかる、さあどうしようと言って、社交費は切り詰められないですね。タワマン同士の人で何かやろうかって言った時に、みんな高いところに行きたがるってそれでございます。そんな別にサイゼリアでええやんと言ってるのに、高いホテルのね、ランチを予約したりするという話もよく聞くことでございます。これがね、金持ち同士だったらね、金持ち同士ある程度余裕を超えてる人だったら、いやいや、サイゼリア安くて美味しいやんみたいな感じで言ってしまうわけですね。もう僕なんかもサイゼリア好きですけどね、あれも好きですよ、中華のあれ何やったかな、名前出てけへんけど、はい、あそこよく行きますよ、知り合いのお金持ちの先生と一緒にええやんええやんつって、しゃぶしゃぶ食べ放題1950円やんとか言いながらはいお肉とかでいっぱい頼んだりしますけどねこれで1990円、お店は赤字だよねとかで言いながら、はいもうお肉って言うてますね、ほんまにね。行きますよ、バーミヤンや、バーミヤン、ね、近くにあるんですよ、ここの近くに、よう行きます。まあね、弱者、ほんまに弱いという人間、弱いってのは世間的に弱いと思われてるんやけど、俺は弱ないねんみたいな、弱者ちゃうねんと、もう言いたいお気持ちもわかるんですけど、それやってるといつまでも、ね、その立場に甘んじなあかんというわけであって、まあ、どっかで飲みましょうね、こう現実的になられるべきではないかいなと思うんですけど、まあ、そういう方は一緒そうなんですきっとで、そういう方ほどですね、よっしゃ小池さんに入れたろうって入れてるんちゃうかというのがですね、この記事、小走さんの、木走さんですね、木走さんの記事でございまして、なかなかね、鋭いところをついて、ようこんなん、データにしたなって、全部これ、エクセルに入れたっていう感じのデータが載ってますけどね、やっぱりね、小池さんに入れるっていうのはね、分かってる方は多分入れなかったと思うんですよね。
ね、なんかふわっと選挙に行って、だ小池さんって、ね、下手したらあの10万円買って小池さんがくれはったんちゃうかと思ってる人いるかも分かりませんよね。あの世の中の人ってね、ほんまにね、どう言いましょう、時々びっくりするぐらいね、もの考えてへんなと思う時ありますよ、僕なんかも。この人こんなあの賢そうな仕事をしてお金も稼いでええとこ住んでんのに喋ってみたらえみたいな人がいますからね。そのためにはああ世の中甘いわと思いながら、なんで俺こんな賢いのにお金儲け下手ないのと思いながら生きるんですけどね。はい、愚痴みたいな負け惜しみでございました。皆さんどうもありがとうございます。